どうも、太蔵です。今日はですね、例のパーティーに行ってきました早速僕1時間ぐらいかないたの、まあ、レビューしていきたいと思います。もうコンセプトの通り、短髪、マッチョ、ガタイ系、多分こっちの人が多分すごい好きな感じなんですけれども、今もね、続々と会場に人が入っていってるんですけど、僕はね、もうね、また入ってますね。なんだろう、すごい、めっちゃ、一つのエリアの中に、兄貴がもう、柔軟してクラブみたいに、もろーってなってて、僕はなんとなく、オープンして、すぐ絡めたんですけど、これね、なかなか大変やと思う。そのマッチングっていうか、ゆっくりはできないかもしれないね。こう場所も限られてるから。でもまあ、その筋肉が好きな人たちにはその密集地はいいかもしれない。で、早速レビューなんですけれども、雰囲気星4 まあこれ本当にコンセプト通り、短髪ひげマッチョの兄貴、もうこっちの人が好きそうな人がいっぱいいたんで、めっちゃそれはもうその雰囲気だな、その通りだなと思いました。で、装着レベルは、1ですね。で、受付チェックは多分レベルで言うと5段階でいくと4、結構厳しい。もうエントリーのタイミングから主催者さんがこうめっちゃ厳選してるんで、厳選メンバーがいます多分モテ筋の人いっぱいいるよね。だから言葉でこんな感じとはすごい難しいんですけど、もうイケメンばっかりだった。イケメンパーティーみたいな感じですね。なんでなかなか、金額は2000円でした。で、割と雰囲気は、まあ会場がね、もうみんなが知ってる有名なところなんで、あれなんです、貸し切りなんであれなんですけど、まあ、ゆっくりやりたいんだったらやっぱり発展場とかサシとかの方がいいかもしれないね。まあ、あとその会場、いろんなね、パーティーって結構こうコンセプトがあるんで、コンセプトがねそれぞれ決まってるんですけど、今回行った前回の続きのやつはなんと僕2回行きました。1回だけだとやっぱりそのレビューのこう深さっていうのがうまくいけないんで、まあ、今回は2回参加できましたんで、その結果をレビューしてます。エントリーはね、前も言った通りツイッターからエントリーなんですけど、まあね言葉で表現できないまあでも本当にそういうイケメンが好き、マッチョ好き、短髪好き、人へそういうのが好きな人にはまあおすすめです。で、僕はこの後発展場に行きますもう一回スッキリします。はい、ということで以上です。お疲れ様でした。続編、やっぱね、知ってる人がね多いから、なんとなくね最後までは多分言えなかったもうなんか展開がもう読める、こんな感じになるかなっていうのとか、あとマッチングね、やっぱりねすごい人が多いから、マッチングするのに時間かかりそう。僕は個人的に静かでゆっくりしてる方がゆっくりできるからいいかな。はあ、さてと、全然関係ないけどね、今日の締めはね、僕のおすすめのホットスポット、新宿にある N です。4階にあるんですけどね、僕ここね穴場なんですよ。わかります？ラーメン食べる感じ、締めのラーメン、ここはおすすめです。受付の人ね、いつも優しいんだよね、ついつい行っちゃうルンルンな気分です。今日ね寒いからね、もう早く帰ろう。すっきりすっきりぽよ。